父さん。ん？今日は大事なことがたくさんあるんだ。お前いつまでそんなダラダラしてんだよ。夏休み終わるぞ。ようこそ。ようこそ。お久しぶりです。来てくれたね。またすっごい嬉しい。私が私の先生に聞いた話ね。青い鳥は笑顔の中にいるんだって。あいつさ、凛子を死んでから一度も泣いてないんだぞ。死んだら意味ないよ。関係ないじゃん。哲夫君と僕は関係ないじゃん。僕は僕だけでできてないよ。